ちは。こんにちは。なんか石井さんが、はい、買ったって聞いたんですけど。え、何を買ったっすか。なんか、うん、やばいもん買ったって言って聞いたんですけど。いや、あの、買ったっていうか強制なの。ええ、なんですか。いや、知ってる人は知ってるけど、強制なの。スイキャスみたいな人は知ってるけど、石井さんなんか買ったって聞いたんですけど。強制ね。かっこ強制、うん、かっこ強制って石井さんがあのちょっとやべえもん買っちゃったというあれでかっこ強制で強制でね、うん、あれはあの日のことは何ですか。僕が車を取りに行くってあれでついてきてもらって、でそしたら、うん、あの僕がいきなりなんかあの車を買うとか言い出して、そう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 、であこれ石井さんが乗ればいいじゃんってなって、石井さん酔っ払ってて、うわーって買いながら、酔っ払ってないです、酔っ払ってないです。酔っ払ってないですか。飲んでないですか。あ、飲んでないですか。飲んでないですよ。あ、そうなんですか。飲んでなかったですか。飲んでないです。でなんかあの、あ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 とか言ってる間に僕あのあ買いますとか言って、石井さんがおめでとうございますとか言って、こういう流れで石井さんが買わされちゃった。買わされちゃった。買わされちゃった。買わされちゃったということで、今からそれを見に行きたいと思います。全然あれなんだけど、え、でもまんざらでもないですよね。まんざらでもないですよね。まあ何に言われようがね、もういいんで。エシさんあのツイキャスで言われたんですか、清福君に勝っただの、なんか身分にあっとらんだろ。身分にあっとらんだろ。黙っとけっつって。黙っとけってことで見に行きましょう。はい。エシさん、何格好つけてるんですか。え、何格好つけてるんですか。夕日が綺麗な感じに。え、夕日が見えねえな。夕日が見えないけど綺麗な感じに。持ってきましたよ、石井さん。え、何ですか。持ってきましたよ。何やっすか。行きますか。はいはい。ダダ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 ダ。うわ。石井さん、ちょっとどうぞ入ってくださいよ、ちょっと。どうすか、石井さん。え、あ、似合う似合う、いい感じ。あ、かっこいいですね。じゃん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 。あ、ぽいっすわ、石井さん。似合いますよ。似合います。似合いますよ。こちらの車、紹介お願いします。フォルクスワーゲンのトゥアレグですね。はい、トゥア、トゥア、トゥアレグ、アですね。トゥアレグ、トゥアレグ、トゥア、トゥアレグですね。はい、ビビッとアカミ。あの、ボロクソワーゲンって言われますよ。片落ちのボロクソワーゲンとか言われそう。身分相応でしょ。え、身分相応じゃないですか。でもなんかツイキャスで身分に合っとらんとか言われましたよ。これで、これで輸入車っていうだけで言われるんですよ。目の敵にされるんですよ。じゃあ俺がなんか、じゃあ86とかなったらそれは違うです。なんか、うん、それは論外です。なんか86は絶対ないですね。じゃあ石井さん、アルファード乗ってるからなんか似合ってたんですよ。まあまあ、あれはね、はい、もうほら、はい、やっぱりいろいろと。でもどうですか、どうですかこれ。全然いいと思う。 V6 の方ですね、うん、しかもこの色がまた渋いんですよ、これ。まあ、年に合った感じですね。なんですか、メタリックグリーンみたいな、いや、これあの生で見ると結構いいんですよね。結構いいですね。あの、うん、渋い。伝わらないから悪くない、うん、でも車綺麗ですよ。まだ5万7000キロなんで。そうね、はい、うん、こんな感じでぐるっとぐるっとぐるっと。あ、ごめんなさい。意外とでけえっすね、これ。でかいでかいっすね、これ。でかい。おお、いや、もうこれメッキのホイールですよ。メッケですよ、メッケ。メッケ、メッケが絶対似合う、これ。ああ、あ、もうなんかこう、もうなんか運気落ちた、今ので。今ので運気落ちたわ。かっこいいじゃないですか、石井さん。こんな感じで。これサンルーフ貼ったらよかったっすね。まあ、贅沢は敵っす。まあそうっすね。まあ、全体的に見て綺麗だし、これ下の法人車両なんで、そうっすね、めちゃくちゃ程度いいっすよ。はい、で、今バッテリーも変えたんで。そうですね、バカでっけえバッテリー。めっちゃえらいことになってます、ね、そうで、こっからいい感じに仕上げて納車なんで、ね、まだちょっと待ってくださいね。はいはいはい。でもまだ綺麗じゃないですか、これ。磨くんでめっちゃ綺麗になるんですよ、絶対。ピカピカにするんで、石井さんこれでモチベーションアップで。あ、中見てみます、ちょっと。ああ、ちょっとまだ仕上げてないんで汚いですけど。どうしたんですか、慌てて。じゃ、これ面白いですよ、これ、ね、ここ開くんですよ、ね、ちょっと待って、元オーナーのなんか私物があったっけ。元オーナーの私物、すみません。で、トランクも広く、ね、広いです ね、広い。僕が寝れますよ。本当レジャーできますね、これ。完全キャンプとか行きますね。キャンプ行きますね。行きますね。ウィーンって来ますよ。
後ろの席どうすか、ちょっと座ってみてくださいね。かわしいとっすよ、石井さん。かわすね、久しぶりのかわす。190、あ、石井さん180センチですか。僕170です。170の石井さんが乗っても大丈夫。はい、しかもサンシールドもちゃんとついてますよ。手動ですけど、まあ、僕電動なんで。しかもリアなのにこれツイッターついてますよ、ちゃんとツーベースよ、ちゃっかり。ウッドの質もいいですね。前見ますか。あ、エイシーさん今度ネタでやってくださいよ、これ。このワーゲンとかベンツのあのあるある、こういうネチャネチャになるやつ、これ。あ、ネタでやりますか。これあの一回落として貼るやつがあるんで、はいはいはい、それちょっと動画でやりましょうよ。そうですね、リペアじゃないけど、うん、できるんで。メーター周り、あ、すいません、どんだけシート寝そべってるんですかこれ。え、倒してるんですかこれ。びっくりした、焦った。パワーシートする石井さん。パワーシートですね。こんな体勢で乗ってたんですか。いや今倒したんですか。多分なんかで押してたんです。あ、僕が押してた感じですか。はいはい、メーターこんな感じですね。綺麗なメーターですね、青で、ね、ブルーガーゲンっぽいですね。なんかこれお上品なこと。そう、しかもこれバッテリーもついて、ここにガソリンと水温、こっちに油温もついて、しかも音綺麗なんですよ、これエンジンの。6発、うん、バンってますよ、ボンって言いますよこれ。いいですね、出れようとする。いいですね。ちなみにこれガソリン100リッター入りますから、西井さん。まあもちろんあのあれですよね、レギュラーですよね。はい、よくし、違うんですよ、あの石井さんの、はい、計算がしやすいかなと思って100リッターのが計算しやすいじゃないですか。はい、はい、なんで100リッターです。わかりやすいですか。そうっすね、計算がパッとできるんで、はい、満点やったら今いくらだなって。ノブさんのハマーと変わらんってことですよ。まあ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 ね、はい、まあこんな感じで。だからこれ E 型のハンドルに似てません？ E66 とかの。似てるそっくりですよね、これ、はい、ちょうどほんとこの配置なんで、こんなでっかいシフトつけて、おしゃれっすね。おしゃれっすね。ちょっと座ってください、石井さん。おしゃれっすね。あー、いい感じ。ちょっと終電しますか。はい、進展しましょう。うわー、いい目線。いいっすね。結構目線高いですね。いや、目線高くないと僕あの気持ち悪くなっちゃうんで。石井さん、割と似合ってますよ、マジで。普通に違和感ないんですけど。そう、え、そうっすか。逆に BM 似合わんかもしれないです。あ、なんか、なんだろう、ワゴンとかそういうイメージがついてるから。やっぱイメージですね。 X5 とかだったら似合うかも。あ、行きますか。行きますか。これ乗り心地いいんですよね、これ。そうですね、割と。あと走りはまあ V6 なんで220馬力ですね。どうしたんですか、右かっすよ。あれ乗りこなせてないんですか。じゃ あ, あの別にサイド引いてなかったですけど、今ちょっとレバーがどこにあるのかの確認した。音がいいエンジンの。じゃあ石井さん風試乗インプレッション、はい、沈み込みすげえするね。モンってなりますね。そうですね。これ優しさじゃないのがまあ唯一の救い。救いですね。なんか情報ではなんかそうらしいですね。結構怖いこと書いてあるね。嫌だなっていう。走りどうですか。あのね、回転はまあ低いですね。低い。2000回って回らんぐらいで結構加速してますね。結構スーっていきますね。なんかストレスが。まあ、また言われますよ、いろいろ。何ですか。給付金で買っただの。給付金ってそんなもらえましたっけ。そんないっぱいもらえましたっけ。もらえましたっけね。あれ僕10万円しかもらってないんですけど、これ買えるほどもらってないですよ。僕10万円しかもらってないんだけどな。国から給付されてくれますね、そしたら。まあいいっす、それってく、そうだそうだと思ったらそう返しますね。そういうことですね。だから返したったっつって、なんか割とフラフラしなくないですか。なんか別に、ね、思ったより、ちょっと固めな四駆って感じですね。ああ、静かだわ。これあのちなみにですけど、横幅 BM より僕の7より広いですか。あ、そうなんです。1930だか40だか確かあるんで。
長さはないんですけど幅がありますね。やっぱめっちゃゆったり乗れるっすもんこれ。確かにバカバカ。なんかごっついっすね。なんかいろんなこの、うん、なんか装備周りが装備が装備っていうかと思うんですけど、車内は静か。これ部屋です。あ、そうだ。どこ行くんですか。これいつもの癖。まだ帰っちゃダメですよ。いつもの癖。いつもの癖。まだ AC さんのところじゃないですよこれ。そうっす。今借りて持ってきたんで。いつもの癖なんです。でも大きいけど乗りやすくないですか。乗りやすい。ちょっと加速してください。やばいなって。音いい音しますね。いい音しますね。すごいよ。やっぱちょっと V6 だもん。 V6 はいい音しますね。イッシーさんこれマフラー変えましょうよ。いやですよ。あの YouTube 見てたんですけどめっちゃ綺麗な音ありますよこれ。いや結構甲高いい音しますよ。結構いい音しますよこれ変えると。イッシーさん自分で作れますもんね。マフラーだけ持ってって。いやいいわこれ。全然綺麗ですよ。多分マダムが多分乗ってました。迷うな。ここにある。はい。うん。あ、これつけたらばいいです。石さん。かけましょう、はい。ネタじゃないですかそれ。マダムのメガネ。マダムのメガネ。マダムのメガネかけました。石さん。はい。こっち見てください。誰ですか。忍者で行きましょう。前見えますかその暗くて。いやあの見えるっすよ。まだ見えるっすね。マダムいいし。今日からマダムっすね。マダムマダムだけ。その参加すなんすかネタですか。マダムです。ネタでしかないですよ。じゃああのもうしばらく納車お待ちください、はい、そうですね。チカチカにしとくんで。わかりました。はい、はい、ってことで皆さん、はい、石井さんはマダムになるのでマダムシーさんになるのでマダムになるんで、はいはい、じゃあ今後きっとなんか面白いことしてくれるんでまた愛車自慢出てくださいね。はい、はい、分かりました。お疲れでした。お疲れ様でした。さよなら。さよなら。So I said no 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 it was supposed to be my pants of you what did you do to me I killed I know one two three for champions I can't believe you're trolling I killed I know one two three for champions I can't believe you're trolling Wait a minute